レースはまもなく残り2周、6番小野、5番の新田、この難関勢が外を並走します。現在 2,3 番手あたり、前で待ちますのは9番の三宅、マークは4番の室井、この中四国勢が前段で 3,4 番手が難関勢に変わっています。その位置から6番小野が発進です。2番の井上が中段、そして後方に1番の深谷、ダッシュを迎えて3コーナーから4コーナー、6番小野が先行体制に入りました。5番の新田2番手、難関勢が風を切っていきまして、9番の三宅が3番手、後ろからは1番の深谷やってきました。3番稲川、8番の伊藤を連れてのまくり勝負、2コーナーへと向かうところ、6番の小野に対しました。力強く1番の深谷、なんとかついていこうと3番の稲川、しかし阻まれるか、5番の新田に絡まれています。2番手ややしゃがんがいていく、1番の深谷が独走で最終コーナーから直線コース、なんとか2番手キーパー3番の稲川、1番の深谷智弘先頭で帰ってきました。1番の深谷押し切った2着に3番、3着争いは8番と7番あたり。牛山貴博はこれに続くことはありません。一旦近畿の2人が前に出る構えでしょうか。レースは残り800を切ります。ここで愛知勢を抑えて稲垣宏之を抑え込んでいく、切り替えていく池田隼人が3番手から仕掛けを図るか、深谷がすんなりと下げています。これで池田隼人が3番手に収まった。今度は山崎義人が6番手にすっと上がって、深谷はすんなりと8番手に下げました。さあ金と同時に3番手から踏み込んだ池田隼人、池田の追い出しにこうして、おっと稲垣宏之が気合の突っ張り先行、ここで潜り込んだ牛山貴博が再度この3番手に上がっている。さあ深谷智弘8番手に回っているが、先に見せかけたのは山崎が仕掛けて4番手に上がりました。深谷智弘この流れに乗ってさらにまくってくるか、最終回1コーナーカーブ、さあ深谷の仕掛け、3番手2番手、さあ地元勢の仕掛け、張っていく稲川翔ですが、かいくぐった深谷智弘だ。さあ深谷が稲垣をねじしている、深谷だ、あとは金子隆、追いかけて8番の稲川翔を切り替えるか、4コーナーから直線、さあ地元コンビ深谷智博、金子隆を追ってくるが、深谷粘る、深谷が粘ったか、深谷です、わずかに深谷智博、そして金子隆食い下がってどうやら2着。さあ4コーナー立ち上がって、まずは肩通り川村浩二が動きます。後ろ攻めから駆け上がった川村が中段からさらに前を伺う感じ、一旦武田豊樹の動きを抑える感じですが、1コーナーから2コーナーさらに前に踏み込んでいきます。合わせるように中段から武田豊樹前に上がる、2コーナーからバックの攻防、まず抑えたのは川村浩二、そして中段を抑えた武田豊樹は4番手あるいは3番手のうちか、金が入って4番の菊池が切り替えて6番手、深谷はまずは後方8番手に下げての競争です。さあ縦一本の体勢、飛ばしていくのは川村浩二、そして深谷智博縦長の8番手ですが、さあここで菊池継承を追い上げる、さあ菊池の追い上げ中段から前に迫りますが、さあこれで乗った深谷智博射程圏に上がってくる、1コーナーから2コーナー、さあまくった菊池継承、菊池が京都勢をまくって、その後は深谷智博ロングスパートを一気にまくり切りました。ただ金子が阻まれて、ここはさばいた武田豊樹が前段に迫りますが、さあ深谷智博後続を突き放した、これはどうやら深谷智博圧勝体制だ、直線コース深谷智博圧勝、2着争いは2番の成田が差し込んだか、あとは4番の菊池継承にようやく、この後ろチラッチラッと後ろを振り返りますが、さあここから叩いて出る1番の竹内優作、赤番周回に入って竹内、深谷、そして9番の池田と前に出ました。6番の阿部力也が4番手の位置、この後ろに下がった4番の稲毛健太、バックストレッチ打鐘が入りました。さあ飛ばしていく1番の竹内優作だ、5番手から巻き返しを図ります。4番の稲毛健太ですが、まだ4番手のアウトコースあたり、4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。竹内優作が飛ばしていきます。2番手の位置、絶好の位置になりました。5番の深谷智博、3番手が9番の池田亮で、2コーナーからバックストレッチ、車間を切った5番の深谷、さあ後ろからは7番の中川がまくり上げていく、これはいいスピードだ、3コーナーから2センター、これをブロックするように、さあ5番の深谷が飛ばして、踏み込んでいく、4コーナー待った、先頭5番の深谷、深谷先頭に変わって5輪、深谷智博です。7番の深谷上がっていった、赤番周回に入ります。前では1番の脇本も合わせて踏み出していきます。7番の深谷が迫っていく、脇本、深谷、さあ両者の方が並んでいった、打鐘が入ります。ここで深谷が出ました、打鐘の3コーナーで先頭に立った7番の深谷、内側1番の脇本優太も粘っていきますが、ちょっとこれは交代加減だ、残り1周、深谷智博が仕掛けていきます。2番手3番の成田、3番手が9番の伏見、そしてこの後ろは4番の藤木豊になっている。2コーナーからバックストレッチ、藤木まくっていく、藤木まくっていく、受け止める3番成田ですが、乗り越えて藤木が深谷に並ぶ、2センターから4コーナー、しかし深谷も逃げ粘る、4コーナー回った、先頭深谷か、外から藤木、中割って3番成田ですが、外から8番筒井も迫りましたけれども、深谷が押し切ったか。
小間切れ4分線で上位人気の3番の深谷ジャンスギに前に立ちまして、熱戦の出方を見ていく。8番の石井はその上から進軍していって、3番の深谷は迎え撃って、現在小川6番手、木暮れは6番手、内目あたりです。3番車深谷が突っ張っていって主導権です。1周半先行に持っていきました。3番の深谷で最終回、番手は南ががっちり守って、3番手は9番の東口、難関勢4番手5番手中段に戻って、7番の小川6番手からのまくり勝負、木暮れ現在7番手、バックは一本棒になりました。バック追い風に乗って3番の深谷、長い1周半先行で持ちこたえることができるかどうか。6番手から7番の小川が踏んだ。8番の石井4番手から行く。5番に行ったは中段から打ち目、中部近畿前をキープです。後方は7番車落車、直線コースで深谷が粘って押し切ったがゴールイン、豪快な先行逃げ切り、3番の深谷智弘。3年前の2011年新納杯で G1 初優勝がありました。このライン上がっていきます。6番の竹内優作ラインが上がっていきまして、残りは2周です。しかし3番手から先に2番の五冠が先押さえのような格好となっていくんでしょうか。真受け中が7番中川を抑えた2番の五冠、さらに外から6番竹内が抑えてきます。6番の竹内が前に出まして、9番の深谷が3番手そのままスポット収まっていくんでしょうか。2番の五冠なんですけれども、うち1社すくい返していきまして、1番金子のところで並走となりました。五冠と金子での並走、しかしホーム9番深谷がかましていきまして、これが短期、逆に6番竹内が2番手ずっぽり収まりまして、5番の浅井が3番手、その後ろ4番手に2番の五冠、4番の神山、1番の金子は交代気味、対しまして7番の中川、7人目の位置となっています。前は9番の深谷です。2番手6番竹内必死の追走、5番の浅井が3番手で最後の直線、あっという間に独走となりましたのは9番の深谷智弘です。その後ろは5番の浅井、6番の竹内3番手粘り込んでいます。直線入っていきます。1番の中川、5番の深谷が前受けからちょっと合わせる感じだったんですけれども、抑え切って中川です。1番の中川、そして6番の三谷が中段4番手まで上がってきました。5番の深谷が引いて7人目の位置になっています。最初の並びとは前と後ろが入れ替わる格好です。 3,4 番手にちょっと車間が開きまして、6番三谷が5番深谷の動きを警戒しながらジャンデー仕掛けていきます。しかし前では1番中川誠一郎もペースを上げていきまして、三谷どうでしょうか。現在2番手の外、山老師を使うような感じで前へと出ていきます。残りは1周、しかし6番の三谷が短期となっている。それを出させない1番の中川、ちょっと中段ではもつれ回って、空いた内からは5番の深谷、深谷が難なく5番手に上がって最後のバックストレッチ、5番深谷がまっ送っていきます。1番中川を捉えて5番の深谷、これは抜け出しそうだ。2番手ですが3番の新井が必死の追走で最後の直線、深谷は抜け出した。さあ2着争いもつれもありましたけれども、1番中川踏ん張ったでしょうか。短期の選手が続いていきます。6番野田源一がゆっくりゆっくり半周、そして一周近くかけて前にいました。1番深谷智弘を抑えようとしたんですが、赤番標識のところで誘導退避、1番深谷一旦突っ張る素振りを見せたんですけれども、6番の野田が抑え切りました。さらに今度は3番の稲川が切る、その後ろは4番の池田が続く。1番の深谷は下げて下げていきまして、5番手の内側、しかしその外には9番の中川、中川がジャンでかましていきます。1番深谷は内をつくような感じ、潜り込んでいきまして、どうでしょう、内外からラインができた2人がもがき合いましたけれども、9番中川が前、しかしその後ろに1番の深谷がはまってしまいました。7番の浅井が3番手続く、5番の井上が4番手、さあ番手まくりのような格好で1番の深谷がもがいていきます。1番の深谷が先頭、2番手7番の浅井、その後ろ立て直してきました5番の井上、3人抜け出した。最後の直線はどうだ、1番の深谷振り切りました。1番7番5番、抑え込まれた深谷、インコース下がります。包まれた深谷、結局後方となるのか。3番の牛山も先行策、さあ牛山短期で仕掛けていく、後ろを気にしながら、ここは先行となるか。3番牛山隆弘、しかし8番藤田がかましていって、9番深谷がすかさず巻き返した。深谷のダッシュに2番の稲川ついていけるか。必死の追撃で中部近畿勢抜け出した、
深谷の先行2番の稲川、そして1番の石井、石井が3番手に入った、逃げる深谷にマーク稲川、3番手から石井修司まくっていく、バックから発進するが、ここは深谷が突っ張り切った、番手稲川とのマッチレースなるか、立て直した石井ですが、深谷、番手から稲川、稲川追い込みかけるが逃げ切った深谷。大声援を受けながら青番通過、残り3周、注目は天田がどこから仕掛けるのか。さあ天田が上がっていく、関東容赦の上昇に対して前を取った深谷、抑えに来る関東勢、深谷は包まれ下がります。抑え込んで天田の先行体制、4車すんなり抜け出しました。このままフルにかけるのか、8番天田裕樹、深谷は下げた位置は6番手、先行体制8番の天田、しかし深谷がそれを叩きに行く、天田をすんなり逃がすまいと深谷が力でねじ伏せていく、関東勢の仕掛けを深谷の先行勝負、後ろは3番の浅井光太、8番天田は叩かれて、2番の平原は少し前を開けて展開立て直します。1番の深谷の先行マークは3番の浅井、そして2番の平原、3番手からまくっていくか、それを突っ張り切るか深谷、浅井が牽制する、平原をまくらせず、今度は6番の石丸が外一線まくりやってくるが、1番深谷粘って番手3番の浅井、そして切り替え9番武田と直線争い、粘る深谷、差し切れるか、浅井光太迫るが振り切ったか、1番深谷、外から9番武田、真ん中3番浅井。直線いい伸び3着、6番の静岡、運野が続く、早くも残り3周から相川、栗山両者同時に動き出した。この両者の動向をもう深谷は送り出してどうするか、7番手まで引くのかどうか様子を見ています。バックスへと2番下の深谷は今中段のうちは進まいで、もう慌てず騒がずどう出るか、7番手引き切りました。4番の相川がもう赤番前2周と4分の1先行、長い先行色になった、少し車間を空けて栗山が4番で、今ようやく残り2周、7番手深谷どこで逆進入るか、4番の相川がペースを上げていくか、8番の栗山4番手、深谷は7番手、まだじっと我慢して打掌縦長の状況、4番の相川がさらにペースを上げる、車間を空けている8番の栗山、2番の岡山の7番手、4コーナー回ってレースはあと1周、8番の栗山4番手が先にホームからまくっていく、番手の足沢抵抗、中段で体力が短くなっている、これで深谷は捉えきれるか、7番手、さあここから黒い弾丸のけと深谷が飛んでくる、深谷が外ふん、ぶん回すが、今日は前段まとめて面倒を見切った、これが S 級編さん、底力の深谷圧勝です。2着どうか、914の争い。まして残り3周回、大阪で動いた SQS1、 5番の稲川翔、シリーズ最終日、今回初めてのラインの先鋒役、今日は先輩の南を従います。早めにアクションを起こした稲川、4周にコーナー、本線の愛知コンビの横にまず並んで蓋をしてきました。素早く大阪勢に牛山以下岩戸地トリオがスイッチして、残り2周半で9番の牛山が一旦これは大阪勢をインを切ってきそうな感じ、深谷は6番手、8番手下げた近藤隆二も外、岩戸地勢を追ってきました。動きが速くなった、展開激化するか、残り2周、内側から5番の稲川が突っ張ろうする、外から6番のここは近藤隆二も抑える、おっと近藤行ききれない、深谷は今8番です、9番車後ろもちょっとここは強化だ、一気に深谷狙いすました、かましていった、いいタイム、ジャストタイム、かましが決まった、まさに指定コンビはできて、これを大阪勢が追っていきます。岩戸地トリは5番手から並ばれて、6番の近藤隆二、1番の大塚測定コンビは8番手、縦長と一周かまされた稲川が車間を詰めていけば第2戦後へ、3番手必勝競争で追っていくわ、なかなか車間が全然詰まりません、ようやく8番手がバック、近藤がまくるが果たして間に合うのか、近藤のまくりはまだ5、6番手、これは3番手以降は完全に置かれた、深谷と金子指定の対決、並んだが届かない、並んでいる3着8番の南、体型は縦一列、青番周回の4コーナーからホームストレッチ、さあ人気を集めた中部近畿勢が前で待つ展開、打掌の周回に入って6番の高橋陽介、前へ前へと攻め上がります。さあ北日本勢が前を抑えに行く、そしてそのラインに続いていくのは関東の2名です。早くもペースが上がって鐘を迎えました。6番の高橋が先行勝負、3番手に入って4番の牛山、
9番の原田は現在は5番でそこから縦に踏んでいく。レース残り400を切りました。逃げていく6番の高橋洋介をここで9番の原田が仕留め切りましたが、その後ろは1番の山崎が阻んでいって2番手切り替えて縦に踏んでいきました。一方7番の深谷、深谷もまくっていって3番手から2番手に先頭9番の原田からここで1番の山崎に代わってさらに7番の深谷が飛んできた。4コーナーから直線コース、最終的には7番の深谷か。残り2周回、南関東勢まず動いて1番深谷智博はどうしますか、一旦引いていくか。さあ今度は7番の池田隼人、関東勢が前に出ていきます。深谷も前に踏んでいきます。1番の深谷中段の位置、しかし5番松坂陽平も動いて今発進です。打掌の3コーナーから4コーナー、ここは関東勢7番池田隼人が逃げていくようです。中段が5番の松坂陽平、1番深谷智博は後方8番手からまくり返す展開です。さあどうでしょう、深谷後方です。先行は7番の池田隼人、中段から滝まくりは5番の松坂陽平、今最終バックを通過。依然1番の深谷智博は後方8番手、まだ前と差が空いていますがどうでしょう、相手勢後方です。最終3コーナーから4コーナーへ、7番池田隼人先頭、並んでくる5番の松坂陽平、直線コース。さあ粘って変わった3番のここは林も追い込んでくる。1番深谷最後突っ込んで深谷智博。4コーナーからホームへ帰ってまいりました。1番の深谷は車を引いて3番手のインコース、アウト6番の北鶴が深谷に蓋をするような格好で赤番の周回1コーナーから1センターです。前は千葉コンビ、3番手以降が並走状態。さあ近藤が後ろを見ている。3番手のアウトから6番の北鶴がペースを上げて内をスルスルっと潜り込んでいったのは9番の木暮れが位置を求めていく。後方から1番の深谷が思い切って仕掛けてまいりました。6番の北鶴との主導権争い、4コーナー回りました。さあ6番の北鶴を1番の深谷がねじ捨てました。後ろ7番の林がピタリと続いて愛知勢が出切った。叩かれて6番の北鶴は現在3番手、その後ろには4番の小川雄介が続いていく。木暮れは現在6番手、5番の成木は切り替えて8番手の展開。深谷がぐんぐん飛ばしていく。今日はかかっているぞ。4コーナー回った。前は深谷が先頭、深谷が粘って振り切りました。続いて7番の林、人気に応えた深谷智博。誘導シリーズを立てた状態で4番郡司が先頭で通過、スローな流れ。3番深谷一旦下がって3番手です。平原6番手、福島コンビ同期連携、動かずの8番手9番手ですが、静かな心理戦、福島勢内をつく。3番深谷が同時に上がる。深谷と渡辺和成並び合って南関勢中段、そして関東勢中段外です。前は3番の深谷が立ちまして5番金子、9番平原が後位の3番手の展開です。追いついて4番手マークに入った1番神山、福島両者は5番手6番手です。南関東2人は7番手8番手になりました。渡辺春人も8番手の展開、1列棒上最高峰6番の池田、まだまだ一本棒続いています。目いっぱいのダッシュで高速先行3番の深谷先行でかかっています。金子2番手です。平原はやはり3番手から動けない状態になりました。福島勢まだまだ中段です。1列棒上だ、深谷先頭、金子これは月場手か、直線コースに向いてくる。3番の深谷粘ってゴール前どうか。さあ赤番から動いて2番の松岡が一旦誘導員の後ろ、追い上げた6番の川村が3番手です。結局深谷が8番手に下げ切って残り2周赤番を通過。今度は川村正明が動いています。まだスローな流れ、1コーナーから2コーナー、これを見切って深谷がジャンから復活んでしょうか。さあ深谷がジャンからかまします。深谷と坂口ジャンから一気にかましてくる。追い上げた6番の川村でしたがここは3番手にはまりました。2番の松岡が6番手、姿和道が8番手、やや縦長の展開。さあ深谷智博これでマイペースか。深谷智博このままペースを上げます。マーク7番の坂口、しかし射程圏の3番手6番の川村がいます。4番の内藤、8番の武井、さあ姿が8番手からまくり上げて1コーナーから2コーナーカーブ、逃げる深谷智博さらに加速していきます。マークは7番の坂口、追い上げる6番の川村が前に迫って最終バックを通過。これを坂口が一発張って後ろから5番の姿が今度は3番手から2番手だ。先頭3番の深谷、マーク7番の坂口、4コーナー回りました。さあ深谷先頭、深谷が振り切って快勝、2着どうか。7番の坂口、4番の内藤。先行体制6番の三谷、残り2周を通過です。三谷が後ろを警戒し
マイペースの逃げ、まだピッチは上がりません。それを9番の深谷が叩きに行く。深谷もここは先行にこだわりを見せて6番の三谷を叩き切った。7番の竹内と2名抜け出した中部勢、立て直したい三谷、さらには2番の村上、中段から5番の平原、4番原田が後方からまくっていく。先行勝負は9番の深谷、深谷の逃げマークは7番の竹内、6番三谷、3番手からまくるんだい、中段から5番の平原、平原が発進していく。3番に行ったは苦しい展開、9番の深谷の逃げ、番手7番の竹内、竹内が追い込みかけるが逃げる深谷、深谷押し切った。7番竹内、6番三谷。後ろラインないものの先行勝負です。3番山本、山本主導権つかみ、2番手8番矢野、深谷は現在8番手。さあジャンマイから巻き返そうという動き、9番の菊池追い上げ、さらには1番の深谷、9番菊池が前に立ち上がってくる中部勢、1番の深谷現在3番手の外、菊池が先行勝負、逃げる菊池を1番の深谷がまくり切って、マークは4番の山口、中部コンビが抜け出していき、9番の菊池、さらには5番の和田、外踏み込んで7番の岡村、先頭1番の深谷、マークは4番の山口、中部両者の争いも山口がちぎれた。1番深谷後続をちぎる、これが本来の深谷の力、後ろをちぎりました。そして行きます、中段並走状態、内に5番深谷、外は2番小野、3番定走変わりません。さあ外並走から2番小野がゆっくり上昇、打ち合わせていく、6番組突っ張りました、2番小野を出させません。赤番残り2周に変わっていきます、突っ張って6番組が先頭。さあ依然外並走2番の小野、内には5番深谷、3番定走変わらず、さあ外から2番の小野が上がっていく、サイド抵抗、6番組突っ張っていきます。さあ赤の利いて突っ張り先行、6番組今度は番手先か、2番の小野、さあ内差し込んだ状況、さあしゃくっていきます、直線コース最終周回、さあカラカラっと音がしていますが、2番の小野が交代、6番組がサイド先頭、さあ5番の深谷が上がっていく、爆聖地、さあ番手から抜け出しました7番諸橋めぐむ、さあ外襲いかかる5番深谷も沸き合い、5番深谷智弘ができりました。前段4コーナーから直線、5番深谷先頭だ、追っていく7番諸橋、5番深谷智弘独走合輪、2着1番7番接戦。2周半手前で2番小川が前を抑えたんですけれども、前受けから引いて3番の深谷が一気に前に出ています。中部勢が前になりました。2番の小川が初手と同じ4番手、そして最初後ろ攻めだった5番の高橋6番手、4番の渡辺8番手で直線戻ってきます。赤番手前からの引いてのかましです。3番の深谷残りは1周です。人気ラインが前段となっています。4番手2番の小川、6番手に北のライン、そして8番手愛媛勢なんですけれども、まだ動きません。3コーナーでようやく5番の高橋がまくっていこうとしますが、最後の直線に入るところです。3番の深谷の番手から1番近藤の追い込みですが、どうでしょう。赤番先行、短期の4番新山恭平がブン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 いきます。8番の稲毛が現在2番手、第2先行状況です。5番の村上、そしてその後ろに1番の平原、9番の深谷ですけれども、前から数えて5人目、対して7番の中川は現在8番手の位置、残りは1周です。最終ホームから9番の深谷が仕掛けていく、その後ろ2番吉田に1番の平原が絡んでいく、最後のバックストレッチに入って短期で逃げている4番新山に対して深谷だけが迫っていく、深谷が飲み込んでいく、頭に立った、その後ろ4番新山も粘っているが、5番の村上追いかける、最後の直線9番の深谷は抜け出す、2着争いはどうだ、もつれた。